ジョゼフ・ケーシー・コールマンは、アメリカ合衆国フロリダ州、リーグン、フォートマイヤーズ出身のプロ野球選手。右ト左ヒ2019年現在は、メキシカンリーグのティフ・アナブルズ所属。2008年の MLB ドラフト15巡目で、シカゴ・カブスから指名を受けて、プロ入り。同年は、参下のマイナー3球団でプレーした。2009年は、 AAQ テネシースモーキーズに昇格してすべて、先発で27試合に登板して14勝6敗、防御率3.68の成績を残した。この年上げた14勝は、サザンリーグの最多勝ちであり、カブスの最優秀マイナー投手にも選ばれた。2010年は、開幕をトリプル AQ アイオワカブスで迎え、すべて先発で20試合に登板して10勝7敗、 防御率4.07の成績を残した。8月2日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューを果たした。同年カブスでは12試合に登板して4勝2敗、防御率4.11の成績を残した。2011年と2012年はメジャーとマイナーを行き来することが多く、メジャーでの成績は振るわなかった。二千十三年は一年間トリプル A 級アヨに在籍し、 メジャーでの登板はなかった。2014年4月14日に FA となった。2014年4月16日にカンザスシキロイヤルズとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズに配属された。5月16日に昇格し、同日のボルチモアオリオールズ戦で2年ぶりにメジャー復帰したが、この年のメジャー登板はほとんどが9月以降だった。 ロイヤルズでは10試合に、当番、1勝0敗、防御率5.25の成績を残した。12月15日に、ディフェとなった後、24日に、トリプル A 級オマハに配属された。2015年6月30日に2015年、パンアメリカン競技大会のアメリカ合衆国代表に、選出されたことが発表され代表入りしている。同大会では、 決勝のカナダ戦でサヨナラ負けし準優勝で銀メダルを獲得した。オフの10月5日に自由契約となる。また10月21日に第1回 WBSC プレミア12のアメリカ合衆国代表に選出されたことが発表された。2015年12月17日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。2016年は 開幕から参カの AAA 級タコマレーニアーズでプレーしていたが、7月1日に自由契約となった。7月7日にタンパベイレイズとマイナー契約を結び、参カの AAA 級ダーラムブルズへ配属された。オフの11月7日に FA となった。2017年4月7日に独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約した。 その後4月30日にヒューストン・アストロズとマイナー契約を結び、5月3日に参加のトリプル A 級フレズのグリズリーズへ配属された。7月6日に自由契約となり、24日にニューブリテン・ビーズへ復帰した。ニューブリテンにはシーズン終了まで在籍した。2018年5月26日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約した。 7試合に登板して3勝0敗、防御率0.9638奪三振の成績を残した。7月5日にはカブスとマイナー契約を結び、a a a ア i o ワへ配属された。2019年2月24日にニューヨークメッツとマイナー契約を結ぶ。7月4日に解雇となる。7月23日にメキシカンリーグのティフアナブルズと契約。コールマン家は3世代で、 メジャー経験があり、全員が投手としてメジャーでプレーしている。祖父ジョージニアはフィラデルフィアアスレチックス等で活躍し、1948年にはオールスターに選出されており、実動10年で通算52勝。父ジョージュニアもデトロイトタイガース等で活躍し、こちらも1972年にオールスターに選出されており、実動15年で、 通算142勝。引退後も、コーチやスカウトとして長く、球界に携わっている。その後、孫ケーシーが2010年にメジャーデビューして、史上国未目の、親子孫三代メジャーリーガー及び史上初の、親子孫三代投手のメジャーリーガーとなった。ありがとうございます。